フェンローは、オランダ南東部の都市を呼び、基礎自治体。マーストリヒトを州都とする、リンブルフ州にある。2003年1月1日、同じく基礎自治体のテーヘレン、ベルフェルトが編入された。テーヘレンは、数世紀前は、ユーリヒベルク公国にあり、フェンローは過去ゲルデルン公国内にあった。1850年の周辺の地図フェンローの歴史は、ローマ時代に遡る。 マース川上にあり、重要な交易地としての地位を発展させ、ハンザ同盟のメンバーだった。1343年には、ネーデルラントの都市の権利を受けた。ブレリックも、ローマ時代に、川の向こう側に作られ、ブラリアクムという名前で知られていた。戦略的重要性から、フェンロー氏は何度も攻撃にさらされた。1702年のスペイン継承戦争で起こった。 メンノフォン・クーホルンによる攻撃が最も知られている。結果として、フェンローは、ネーデルラント連邦共和国の連邦直轄地となり、後に、オランダ王国の一部となる。1939年11月9日、二人の、イギリス情報機関員が、ドイツ新衛隊保安部によって拉致された。後に知られる、フェンロー事件である。事件は、ナツスによって、 ビュルガーブロイケラーでヒトラー暗殺に失敗したゲオルクエルザーとイギリスをつなげるものとして1940年5月10日に行った中立国のオランダ侵略を正当化するために利用された。戦争終結時、ムーズ川に架か,かる道路と鉄道の橋があり、これらは爆撃されたためフェンロー氏は深刻な被害を受けた。連合国側は 橋を壊すまで13回の爆撃を試み、300人がこのために死亡した。これらの爆撃で、フェンロー市にある歴史建造物の大部分も被害を受けたが、市役所、レーマーハウスなど中世の建造物は戦争を生き残った。2003年、フェンローはヨーロッパで最も緑の豊富な町として表彰された。 2012年のフロリアード開催地となっている。1903年設立のサッカークラブ BBB フェンローは現在エールディビジに所属している。デクールをホームスタジアムとして使用している。ありがとうございます。